なるほどやはり君たちは元の主の逸話をもとにした権限と南海先生わしらの話は役に立っちゅうかうん権限傾向を調べるのに助かっているよお,おおおお南海先生の話に付き合ったところで何も分かんねえぞ これだから学者先生は。そんなことはないと思うのだがねしかしわしと肥前のと南海先生で昔話でもできるかと思っちゃったがな願い下げだ昔話何度してもつまんねえだろうがそれは残念だったね僕は元の主ではなく投稿の逸話が元になっているうん ししかこの雰囲気、南海先生はやっぱり元の主に似ちゅう気がするいざ敵を切る段になっても顔色一つ変えねえところがか恩師のそういうひねくれはどこから来たがかのういやはやこの性格はさすがに僕の研究するところではないよ